ラゲ今やってるやん怖いよあと3勝でマスターだったのにあと9勝必要になったホラーすぎジャスパーよしえぇ、ー、スナイプー初めてのスナイプ来たもちろんめちゃくちゃうまいスナイプよなやろうぜディオボットすごいなここまでたどり着けるスナイパーがおるとは思わなんだマジで思わなんだ絶対うまいよこの人アカウント買ってきてる可能性以外は <laughs> 普通にうまいぞ絶対 この人日本人だとしたら韓国人の可能性もあるけどそうしかもサ,サポートよしの可能性あるか勝たしてくれユーミーはやめてくれ本当にユーミーはやめてくれナイスいいねいいねいいね,いいね何でもいいユーミンだったら何でもいいよ俺がお前に合わせるスレッシュでいいよレオナのが嬉しかったけどこの構成 <laughs> じゃレオナのが嬉しかったけどまあまあジャスパよしスナイプ完了ってこと ?KR サーバースナイプレベルたけど ありがとう久々の勝ちスナイプスレッシュのおかげで勝ったよ、マジで。ありがとう。どうする <laughs> 普通にうまくて草日本サバレットいくつお前うまくて草え、もしかして韓国人 <laughs> 韓国人で日本語できるタイプえ、韓国スナイプ常連のさ、ジャスパー。 よしとか言ってさ <laughs> 常連のスナイパーやったけどね俺のためだけにサポートやってない逆スナイプ行くわ逆スナイプ <laughs> 当たれ味方あれ現地ファンだったまさかの武将メーカーか武将か武将メーカー日本が好きな韓国人だ <laughs> 確かに日本人で韓国サーバーに会いに来たら規約違反かいやもしかしたら普通に正規で手に入れたアカウントかも韓国に留学して電話番号を持ってた時に作ったアカウントです だったら別に違法ではない違法というか規約違反ではないハイドオンブッシュあハイドオンブッシュプラス証明カーあなるほどねああフェイカーとじゃあお前なんで後期とかアッシュとかやってんねんスレッシュとか見とやれ違うんかよ違うんかいバスプラスショーあブッシュじゃなくてバスねこれ運転手ってことね どうでもいいわ <laughs> 嘘嘘嘘ありがとう教えてくれててか日本語うまっえこれ敵にいるもしかして味方のレオな敵のブリッツ違ういないご飯 <laughs> 違ういないご飯 <laughs> 韓国人やな絶対韓国の人やん 泳いで帰れるかなぁ。一応マスター行かなかったらちょっと帰りの飛行機は取れないってライアットからやっぱ言われてるからやっぱり。羽田か成田に着いた時には7万人から卵投げられるからちょっとどうにか泳いで帰らない,といけないボート作る企画か次は。KR ボート企画。<laughs> 日本海に卵投げとく。<laughs> 俺が通る道に卵。<laughs> 福岡が最短です。ああ、ちょっと実家で。 隠居するか今羽田に帰るとちょっと身の危険があるな日本サーバーダイヤモンド1の勝率48の AD キャリーが韓国サーバーで1ヶ月猛練習した結果ダイヤモンド 22LP <laughs> ごめんダイヤモンド148の AD キャリーにしては成長したんではないでしょうか 日本サーバーを背負って韓国サーバーに来たわけですけども日本人はこんなものかって思われてる今韓国のみんなに1ヶ月短かったねちょっと寝過ぎたかいやでもハニーもテネも口を揃えて言ってたロールに一番大事なのは睡眠だってで食事も大事って体にいい食べ物じゃなくてその時食べたいものを食べてくださいってロールでストレスをもらってるのに食事までストレスをもらったら本当に病気になりますって言てもう俺ロール以外はマジで贅沢してる 日常だだったんだけどな <laughs> 死ぬ前の人 <laughs> 日本サバ韓国サバのプレーには差はあったのでしょうかいやこんなこと言ったら日本サバ下げみたいになるからあんまり言いたくないけどえサポートジャングルはえガチでエグいサポートジャングルがうま,うまかった韓国サバが。でも 別にそれは人口はしょうがない人口はしょうがないよ上の方に行けば行くほどそれは人気のないロールでやってやってくれてるわけではらオートフィルも増えるし本当に3試合に1回はオートフィルだからサポートでもそれは仕方ない差を感じるのはでも、まあ、俺そのチャレンジャー隊で日本サーバー最近できてないからあれだけどマスター隊ミッドトップ AD のミクロの部分はダイヤモンド12とかと差はないかなって感じ 韓国サーバーの D4 よりは日本サーバーマスターの方がうまい2とか1ぐらいから一緒ぐらいになってくるかなって感じだった体感ねソロレーンのミクロの話はでもマクロとかがやっぱねソロレーンはでもそんなにジャングルサポがとにかくうまいマスターいってみてーえープロとは3回当たったかなまあもうちょいレート上がらんとやっぱバンバンプロと当たるとこまではいけないな 今のマスターまで行けばマジで結構いいいいいいラインだと思うんだよな今のマスターランキングが多分4000位とかだから前シーズンのグラマスなのよ人口で言ったらあれグランドマスター何,何人だっけ2000位ぐらいまで行かないとグラマスにはなれないのかな<う>確かにアップで挟んだの痛いかまあそうねちょっと運悪かったねなんかやっとメタが確立してきたって時に AD キャリーがグラッと変わってまあちょっとタイミングも悪かったか <laughs> 探探せ探せ言い訳を石を投げられないためにメタが変わったかちょっとねちょっとメタ変わったよね PC もそう途中で変わったし後半で PC が変わったしな FPS 問題解決するのもちょっと2322とかでねあー惜しかったナイストライ <laughs> ちょっと最初っから KR ちょっとレベル高かったが <laughs> いやその前にまず JP1 になってくれ <laughs> JP チャレンジャーになってくれその前にそもそもおかしいよねなんでこの企画通ったんだライアットがなんで通してくれた日本サーバーダイヤモンドワンの AD キャリーを韓国サーバーに行かせようと思った違うわそうだ俺嘘ついたんだった日本サーバーチャレンジャー AD キャリーが韓国サーバーに行ったらどれこまで行けるのかって企画面白くないですかって言ったんやった俺が嘘ついたんやった <laughs> 俺のせいや過去の栄光すぎるシーズン9とかもんだってチャレンジャー行ったのチャレンジャー行ったの何年前よ5年前ぐらいやと もう最近はひたすら1ヶ月配信外で分回してなんと1ヶ月で800戦回した俺1日2 5戦勝率48パーなんもうまくならんかった1ヶ月で <laughs> マッチングした人の名前を覚えてどのどその人がどんな性格かみたいなとこまで覚えて何をしたら機嫌が悪くなるかみたいなとこまで覚えたもうそれしか成長しなかった仲良くなったぐらいえロールなんもうまくなってない、はあリベンジしたいねいや約束するわ また絶対リベンジする第2弾ジャスパー KR チャレンジャーチャレンジ必ずやります俺最近嘘ついてばっかだし最近みんな裏切ったばっかだけどこれだけは約束守るわ逆に今までの許してくれ <laughs> 今までちょっとチャラにしてくれこれだけはガチで約束守る本当にイケチャラにしてほしいマジで約束守る今までの分全部背負ってここで <laughs> ドラクエだけ守ってくれ <laughs> 俺一人では 達成できなかったと思いますダイヤモ2 <laughs> 第2回でお会いしましょう皆さん見てくれてありがとう最後まで第2回ジャスパー KR チャレンジャーチャレンジで皆さんお会いしましょう約束は守る男だから俺は昔から見てくれてる人なのか言ったことは絶対にやり遂げる今日からバイバイ